制限速度50キロだけど、ちょっと制限速度50では いけないね。もう周りが速いから。まあ、追い越してくれる人がいるから、もう追い越してもらう感じで。とりあえず今70キロぐらいで順に落ちましょう。2車線の道路はのんびりと制限速度ちょい超えぐらい、今54キロ。1車線になったらある程度流れに乗るしかない。続くとは言ってもさ、信号なしのこう直線が延々と続くわけじゃないんだね。そりゃそうだよね。普通の街中だから。
もこう微妙にこうほらここなんかは微妙にクランク状に曲がってるよ。
中を抜けて直線がこうあるっていう感じになってます。
に来たね。
あと3キロぐらい。終点もなんか表示あんのかな、ちゃんと。ここが終わりですみたいな。渡り切ったぐらいかな、終わりって。今28キロ、29点何キロだったからね。終点らしき看板なさそうだね。もうこの位置的にはもうこの辺りで、かつここ今もう直線じゃないじゃん。これを直線っていうのは無理があるから、ここまでなんだろうね多分。にもなさそうだね。まあ、反対側も直線の開始だもんね、反対から来れば。ということでここまでで29キロ、あ、ほぼ終わりって感じかな。